このほど川崎市高津区宇奈根にニュースポーツパークボールの専用コースが完成しました。豊かな自然に恵まれた多摩川、永遠と多くの生き物を育み、私たちに安らぎの空間を与えてくれています。河川敷や土手などでは、さまざまなスポーツを楽しむ市民の姿を見ることができます。市内初の川崎市パークボール場は、そんな多摩川の河川敷に自然環境を十分生かして作られました。パークボールは北海道生まれのゴルフに似た野外スポーツで、プラスチック製のボールを木製のクラブで打ち、グリーン上のカップに入れるという実に簡単なスポーツ。年齢男女を問わずに楽しめることから、家族や世代間の交流にも一役買ってくれそうです。健康増進の場、交流の場として、ぜひご利用ください。